ルンタメ日記。はい、こんにちは、もやもや探検家ルンです。はい、今日も旅の質問について答えていきます。今回の質問はホームステイ先で衝撃だったこと衝撃的だったこと、ね、衝撃的だったこと。はい、私は人の家に泊まるのが好きで、旅をすると、現地の人のお家に、まあ、一泊とか二泊とか泊まるっていうのをよくやっているんですけど、その中で一番衝撃的だったことは、私、まあ、Airbnb っていうのも結構使うんですけど、本当はっていうか、Airbnb は、取りやすいからすごい楽なんですけど、時間とか心に余裕があると、カウチサーフィンっていうのは、それはもっともっと面白いんですね、実は、Airbnb より。カウチサーフィンっていうのは、まあ、無料で泊めてくれる。だから、本当に、なんていうかな、本当に、ただ、本当に泊めたいから泊めるっていう、何の見返りもいらないぐらいの人たちがいれて、で、それで、前に、ピアノジャックの、フランスツアー、フランスで1回だけライブするっていうのがあって、ツアーでも何でもないのに、その1回のライブを見るために、わざわざフランスのサンシャモンっていうところに行ったことがあって、で、なんかその1回のライブを見るためにわざわざ行ったんやけど、なんか、その時に、やっぱり海外だとちょっと心細かったりしたから、その時。で、その時もカウチサーフィンで、リクエストを出して、で、いいよ、泊まりにおいでって言ってくれた人がいて、で、いいよって言ってくれた時には別にどういうお家とかも何も聞いてなかったんだけど、なんか、いつ言われたのかな？なんかサンシャモンの駅に着いて、で、車で迎えに来てくれた時か、その直前やったか忘れたけど、なんか、実は家がね、モンゴル式の円形テントなんだよね、みたいな言われて。で、フランスなのに、みたいな。それがすごく衝撃的でした。で、それですぐ車ですごい山奥の、フランスの山奥の、山奥に立っている、本当手作りの、わざわざなんかそれを建てるのを習いに行ったらしくって、手作りのモンゴル式の円形テントに入らせてもらって、で、もう入ったらすぐなんかチーズが出てきて、もうチーズでめっちゃ宴会みたいな。チーズとワインで宴会みたいな感じ。そう。それでなんか、トイレとかも、水洗じゃないけど、ちゃんとなんかトイレ終わったらなんか草みたいなのからへんけど、なんか入れて、あんまり臭くないし、ちゃんとシャワーとかもあって、で、なんか、そう、なんか寝るときにね、こう寝たらさ、そのテントの上にどんぐりがポトンポトンってよく落ちる音がして、なんかそれがすごく面白かったですね。どんぐり？どんぐりが、どんぐりがそのモンゴル式の円形テントの上から、木からね、ポトって落ちる音が聞こえるっていう、それがすごい好きでした。で、あとはなんかそこのすごい面白かったのは、なんか私がお散歩に行くって言ったら危ないからこれを着ていきなさいって、ちょうどなんかそのみんな漁をしてるから、間違えて撃たれたら大変だからこれを着ていきなさいっていう、なんか工事現場の人のなんていう、黄色の、あるじゃないですか、こういうやつ。ああいうの着て、なんか散歩に行ってる。そう、うん。そうそう。すごいなんか命がけの散歩だなと思って。すごい面白かったですね。あとはなんかその人たちと一緒にピアノジャック。これは何を狩りをしてる？何を狩りしてるんだろう。山の中の何か動物なのか鳥
なんか動物かな、うん、フランスって何が出るんだろう山の中で、うん、わかんないけど、うんうんうん、はい、でも無事帰って来れました。よかったです。はい、あとはなんか、うん、あのお寿司を作ったんですよ。米を持って行ってたので、親が作った米を持って行ってたので、それでお寿司パーティーをしたり、あとはなんかピアノジャックのライブにその人たちも一緒に行ったから、すごい喜んでくれて、すごい帰ってきてからすごいハイテンションだったのを覚えています。あとね、そのカップルの、カップルのお家だったんだけど、なんか一人はまあ学校の先生で、もう一人は彼氏はもう専業主婦みたいな感じで、なんか僕はこれが夢だったんだって言ってて、あ、なんかすごいって思ったのと、あと私が朝とか起きてパソコンで仕事をしたりすると、いつもこう紅茶を持ってきてくれるっていう。なんか、うん、すごい良かった。そこ1週間ぐらいいましたね。なんかいいですね。なんか、うん、すごい良かった。すごい良かった。うん。うん、なんかちょうどその時リノジャズっていう、はい、そうフェスティバルみたいなのやっていて、うん、そうでなんかそのまあ、学校の先生だから、なんかハンディクラフトかなんかの先生だったから、子供たちがなんかそのリノジャズのマークを描いてるやつとかをなんか見せてもらったりとかして、あ、それにピアノジャックが出るんだとか思ったりとか、あとはその人たちの実家にも連れてってもらって、実家にも友達ん家にも連れてってもらって、なんかその実家でも友達ん家でもそのお家のご飯を食べさせてもらって、なんかめっちゃ美味しくて、やっぱり日本と違うのはなんかフルコースみたいな、フルコースっていうか、うん、1個ずつ出てくる1個ずつ出てくるのがすごいなって。まあ日本でもなんかそういうお家もあるのかもしれない、うちはドンと出てくるから。あ、すごいなって、はい、思ったのと、そう実家から帰る道で私はお腹が痛くなって思い出すわ、なんかそれお腹が痛くなって、ちょっと、はい、ちょっとその辺でやってきって言われて、で、終わって帰ってきたら、すごい、その二人がめっちゃイチャついていて、現場だなって思う。ごめんね、お待たせして、みたいな。楽しんでたから行くか、みたいな。気まずくなかったですか？気まずくはなかったけど、なんかか、やっぱりその辺が日本とは違うから、なんかまあそういうのをね、美しいなと思って。私はお腹痛かったけど、はい。衝撃的だったの、そこのお家が、まあ、モンゴル式の円形テントだったということでした。はい。何か質問ありますか？はい。トイレットペーパーとかは普通にあったんですか？はい、トイレ、あ、その時どうしたんだろうね。トイレットペーパーないと辛いよね。トイレットペーパーでもなかったと、ないと思うけど、ティッシュかなんか持ってたから。なんか草をさ、葉っぱかな。ああ。葉っぱ？葉っぱ、ちょっと忘れちゃったけど。私はね、でもね、結構どこの国にいてもお腹が痛くなる。日本でも。お腹が弱い。うんうん。電波が、私が悪いのかな。固まっちゃったるんさん。はい、あ、私かな。これで終わりましょうか。ありがとうございます。るんさんが、声が。途切れ途切れになっちゃう。あれ、私かな。ま、電波どんな感じですか。私。聞こえてますか、私の声は。
ルンさんかな、私かな、おいしいバナ、うーん、あ、電波あるところにいますか、あれごめん、電波悪かったですかね、電波悪かったね、取れてるのかな、大丈夫かな、最後のちょっと今携帯で入り直した、あ、本当ですか、いなんか一回いい感じのとこまでは行ってたと思うんですけど、なんかテントでなんか止まったということです、切れば、あ、そうだねそうだねそうだね、これで1個2つ取ったら、あとはもう1個止まってみたシリーズやるからこれで OK ですね、しますかね、はい、わかりました、ごめんね、なんかネットが、あ、この Wi-Fi 30分だから切れちゃったのかもしれない、あ、そうなんですね、ちょうど30分ぐらいですね、うん、うん、はい、はい、じゃあありがとうございました、ありがとうございました、はい、私3時からのやつちょっと耳だけの時があるかもですが、はい、あ、はい、わかりました。はい。はい。お願いします。はい。楽しんでください。はい、ありがとう。なぜ心理学を学ばなくても、モヤモヤに隠れた宝を見つけるだけで、会社に縛られずに 100% 人生を遊び尽くせるのか、時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ、今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。